10代、20代、30代のラストイヤーに差し掛かっている三姉妹。現状に満足していないわけではないが、周りと比べると焦ってしまったり。ナインボーダー。29歳のナナがそんな時に出会ったのは、頭を打ってしまったことで、自分のことが一切わからない状態の光太郎。今回のお話では、光太郎の自分探しに、ナナが協力しました。商店街での聞き込みを進めるナナと光太郎でしたが、せっかくの彼を見たという貴重な情報は、今の光太郎とは全く正反対のような彼の姿が目撃されていたようでした。結局、手がかりはつかめないままに。ナナは職場の同期で、子育て中のワーママの休みによって、自分の仕事プラスアルファでこなしていたものの、上司からは認めてもらえず、励ましの言葉もなく落ち込んでしまった。そんなナナの気持ちに寄り添い、励ましたのは光太郎だった。次回は光太郎との恋に浮かれる自分にブレーキをかけたいと思い、ナナは大化けに集まる面々にそのことを相談するようです。まだ29歳、踏みとどまる必要はないと、ムツキは背中を押してくれる。しかし、その中でも複雑な思いを抱えているのは、ナナの同級生で幼なじみのヨウタ。ナナが席を外した際に、ヨウタはムツキとハツミたちだけに、光太郎の私物に紛れていた1億円以上の残高が書かれている明細書のことを打ち明けるようです。そんな中、未だに離婚を先延ばしにしているムツキの前に現れるのは、なんと夫クニオの浮気相手であるモエカ。一方で、ナナは有名パティシエとの新プロジェクトに携わることが決定するようだが、そんな時、警察から光太郎のもとへ電話があり、家族が見つかったかもしれないとの一報が入るようです。前回のお話のラストでは、光太郎のセリフにドキドキした方も多かったでしょう。記憶をなくしてしまっても、あんなにキザなことが言えてしまうとは。それとも、これ以上失うものがないからこそ強気なのか。そんなドキドキは今回も続いていて、お礼に光太郎自身が作ったタンシチューを食べさせたいということで、積極的に電話をかけてきたどころか、ナナが遠方にいて、夜に羽田空港に着くことをさりげなく会話の流れで言ったら、彼は空港でナナの帰りを待っていました。大事そうにタンシチューを抱えている姿も可愛らしかったですね。けれども、今回のお話の一番のポイントとなる光太郎探しが始まると、今の彼とは全く違う人物像が浮かび上がってきましたね。何かのトラブルがあったことは間違いなさそうです。しかし、それでも完全に思い出せない彼は、諦めたような、開き直ったような、どこか寂しそうな表情で、ナナとヨウタと同じように、同郷の同級生で友達だったことにしようと、何も手がかりが見つからず、残念だったことも重ねて、光太郎がかわいそうでした。今回、かわいそうだったのは、ナナも同じでしたね。なかなか予約の取れないお店を抑えることができて、毎日その日を楽しみにしていたにもかかわらず、子持ちの同期、千尋の都合で、またしても、
ナナが犠牲になってしまっていました。子育て中の女性が働きやすい環境の職場は理想であり、もはや世間の理想的なこともありそうですが、輪をかけるかのようにされた不適切なおじさんセクハラトークが非常に不愉快でしたね。一昔、二昔前まではコミュニケーションとして普通だったのかもしれませんが、こうしてドラマとして彼女の心情や事情を知った上でその会話を聞くと、とても同情してしまいます。ナナの落ち込みようも納得のものでした。セクハラトークに行きたかったお店に行けないこと、そして仕事での評価が思ったものと違う現状、何もかも不条理でやるせない気持ちに、ナナの悲しそうな表情が印象的でした。が、そこに現れたのは光太郎。彼の言葉はまるで魔法のようで、それによってナナも千尋とちゃんと話すことができて、気持ちも少しは軽くなったようでした。商店街で聞いた彼の以前の様子からは、やはり想像できず、記憶喪失とともに、そんなに性格まで変わってしまうものかと疑問には思いますが、光太郎のほんわか優しい雰囲気と、どことなく積極的なところの両方を兼ね備えているところがとても魅力的だと思います。呼び名の伏線も最後にちゃんと回収してくれました。ちゃんやさん付け、さらに名字のさん付けとどんどん距離感が遠くなっていくところが気になっていましたが、最終的にはナナと一番親近感のある呼び方に落ち着き、見ていてニヤついてしまう展開でした。同じように姉のムツキの会社に新入りした松島とムツキの関係性も微笑ましく気になってしまいますね。ムツキは離婚をしたくないと思っているため、現状では松島には興味がない様子ですが、次回は夫の浮気相手まで登場するということで、進展があるのか楽しみですね。前回のお話での三姉妹は、ナナが彼氏がいると虚勢を張っていて、口喧嘩にまで発展していましたが、恋愛面だけで言うと、ムツキも初美もどちらもうまくいっているわけではなく、勢いよく恋が盛り上がることはない状態ですが、最終回までにみんなが幸せになるのでしょうか。初美もようやく交際ゼロ日でプロポーズしてきたユウスケに断ることができました。あれもまた心苦しく、それこそまだ19歳なのに頑張っているなぁと感心させられますね。光太郎の正体はまだ謎のベールに包まれていますが、1億円以上の大金が口座に残っていて、ますます彼がもともと何者だったのか気になります。次回も三姉妹それぞれに進展があるようで楽しみですね。次回第3話は5月3日に放送となります。ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。